はい、負けた方が勝ちになるアベコベポケモンバトル最終戦 VS 鈴木健三、よろしくお願いします。まあ、最終戦というか僕を含めて参加者が3人しかいないので2戦で終わりってか、なんだこれは。え、ルージュラ何してくんの。え、マジでルージュラだけ何をしてくるかわからん。アブソルはね、滅びが使えるんですよ。でも多分闇カラスも滅びで、リザードンが腹太鼓、ガラガラも腹太鼓で、ゲンガーは呪いか滅びだとは思うんだけど、ルージュラだけマジでわからん。あ、てかそういうのはどうでもいいんですけど、まあ僕今怒ってるんですよね、鈴木健三は。これ参加者が3人じゃないですか。だから1人対戦が余るわけなんですよ。まあ1日で全部片付けようとしてるんですけど、まあさっき僕余ってて1時間ぐらいこいつら鈴木健三とカジテツさん対戦してて、僕マジむちゃくちゃ眠いんですよね。今夜の11時ぐらいでイライラしてると、絶対に殺す、絶対、いや絶対に殺すじゃない、絶対に殺される、絶対に殺されるから覚悟しとけよ。いや覚悟しておきます、よろしくお願いします。僕が出すポケモンをどうするかですけど、いや何してくるか全然わかんねえ。とりあえずゲンガーとかから入っといて間違いない気がするんだけど、ゲンガーで2ターンで散れるセミ、ラスト爪として優秀なドーブル、これでいきますか。対戦よろしくお願いします。対戦相手の鈴木健三について軽く、まあ、僕の視聴者で知らない方も多いと思うので、説明しておくと、なんか昔の僕みたいな感じですね。なんか関わりが薄い動画投稿者に攻撃されないのが分かってるから、一方的にネタにして批判しておもちゃにして遊んでるイメージがありますね。なんかそういうところは昔の僕に通ずるところがあるなって思いますけど、闇カラスか、何してくんだろう、何してくんだろうっていうか、まあ多分滅びなんだけど、まあ、そういう鈴木健三ですけど、まあ、一回だけね直接会ってご飯を食いに行ったことがあるんですけど、まあ多分、いや待てよ、これ挑発だから、プリキュアに避けるか、挑発読みでプリキュアに避けます。多分いたずら心なんですよ闇カラスって。で上から挑発打ってくるんですけど、ゲンガーは挑発打たれると何もできなくなっちゃうので、早めに、ここをプリキュアに下げて毒玉発動させに行きますか。鈴木健三一回だけねご飯行ったことある、ってかまあ多分ね健三くんとね会ったことがある人多分そんなにいないと思うんですけど、まあ、僕もね初めて会った時はビビりましたね。まさか女が来るとは思ってなかったので、はい、実際会って飯食ったら鈴木健三女でめちゃくちゃびっくりしましたね。あー滅びか、あとは悪あがきと、多分でもこれ先にゴチルゼルが散ると思うんだけど、影踏みで相手の交代もロックしてるし、ま、同時に終わるか、あれだな、プリキュアが先に散るかだな。毒と、悪あがきの反動ダメージがありますからね、ダメージレースではね、負けてると思います。まあ、このまま突っ込みます。出すことのできる技がない、悪あがき、まあ、挑発はなんかあれだよね、相手の技を封じ、行動を封、そっかそっかそっか、いやてか、ああいやてか、ちょっと待って、ちょっと考えを整理しよう。あーやべえ、あー闇から強いな、いたずら心で挑発と吹き飛ばしと滅びまとめて使えるの強いな。完全に舐めてた、滅びの歌しか打ってこねえだろうと思ってたけど、吹き飛ばしは普通に盲点でしたね。でも考えるべきでは技ではあったわ、ボケモンホエールとか滅び警戒とかでホエール多投してるから普通に気づくべきだった。挑発、はい、いやーこれ間に合わねえなー、いけるかな、いや間に合うかこれ毒、いやーでも相手ここ吹き飛ばし安牌だから、あ行って後手に回るか。わらがきで反動ダメを絡めたとしてもプリキュア毒まで入れたら多分落ちるんですけど、それも警戒して多分吹き飛ばしで流してくるだろうから、いやー健三お前やりやがったな。あ健三くそ、1時間も待たせやがってよやばい、誰が出てくるだろう。あーセミか、まあ別にセミを着信させれたのは悪くないかな。闇カラスが、まあ、滅びの歌で散っていく、ガラガラミラーじゃん、僕ちゃんとガラガラミラー意識して最速で育ててるからな。腹太鼓します。鈴木健三とかさすがにあれか、鈴木健三もガラガラ最速で育ててるかこのルール基本的に育て方の基本としては HP を 4N に調整しつつポケモンは全て最速が当たり前だから、
いやてかこれあれ呪いって多分相手ポケモンいないと失敗するよな。ちょここ勝て同速勝て勝て同速には勝て絶対に勝負には負けてもいい。ただ同速には絶対ここ勝ってほしい。くっそお前鈴木健三なんで負け最弱を決める戦いで全力を出してきてるんだよ。そこは同速負けてくれよ。いやマジできつい。いやこれだって相手ポケモンラスイチだもんな。ラスイチに滅び打てるポケモンが出てきた時点で僕負けなんだけど、ターン数稼げないし、アブソルは絶対滅びある。あうわ絶対滅びある。あアブソルもね結構頭いいな。割と何もできずに勝っちゃったんだけど、弱すぎだろ鈴木健三。マジで何もできず勝っちゃったわ。いやくそ、いやちょっと次絶対挽回してやるマジで。はい、ということで、鈴木健三戦2戦目ですね。まあ前も言ったんですけど、先に2回負けた方が勝ち、いや負けか、2回負けた方が負け、もうちょっとよくわかんないけどっていうそういうルールなので、ちょっとまだ戦いますよと。さっきので終わりじゃないんでね、ここで僕が負けることができれば、まあ、最終戦にもつれさせることができるので、まあ、ぜひ取っていきたい一戦、取っていきたい、捨てていきたい一戦ではあるんですけど、さっき闇カラスにボコられたからな、割と闇カラスは熱く見ていきたいなって僕的には思ってるんですけど、どうしようかな。いやマジでこれ闇カラスの倒し方わかんないんだけど積んでないこれ闇カラスで。プリキュアセミスプラトゥーンでなんとかできないかな。対戦よろしくお願いします。あんまりさっきと戦術としては変わんないんだけど、まあ僕もやれることをやるだけですよちょっと体力的に、これだってトータルで言えば果実参戦も含めたら対戦自体は5戦目だから、体力的にちょっと限界を迎えつつある。アブソルか、滅び型でしたよねアブソルは。ただ影踏みでキャッチしてるから最悪11交換には、持っていけるはず。まあ、マジックコートしときますか、挑発がうざいので。てかこれマジックコートってさ挑発を跳ね返すじゃないですか。でアブソルが特製マジックミラーじゃないですか。どうなんだろう、マジックミラーとマジックミラーって確かマジックミラーで跳ね返した技は確か跳ね返されなかったはずだから、マジックコートで挑発跳ね返せばアブソルに通るはずと私は予想してるのですが、どうでしょうか。滅びの歌、あ滅びから入ってくるんだ、まあ、とりあえず11交換してから始めようみたいな、そういう感じですかね。毒毒玉が発動、まあ、これはあんま意味ないね、あの滅びの歌が発動してる時点で。まあやることないからマジックコート連打しとくか。挑発とかされる方がめんどくさいから。バトンタッチ、あ滅びバトンか。あそれ僕も考えたわ一瞬、滅びの歌バトンタッチして裏のポケモンを殺すっていうのは考えたわ。誰出してくんだろう、闇カラスいやでもこれは僕としては願ったり叶ったりの対面なんだけど、闇カラスをここで殺してくれて僕も一匹ポケモン落とせるんだったら全然願ったり叶ったりの対面で、あの吹き飛ばしがめんどくさいので、ここからはもうマジックコート連打して闇カラスとプリキュアで強制的に11交換取ります。それで2対2から対戦組み立てていくのが一番楽な気がする。吹き飛ばし？おいおいどうした、なんで吹き飛ばしを打ってきたんだマジックコート見せてるのになんで吹き飛ばし打ってきたんだ。バトンタッチで引き継いでた滅びのあれの分切れるんだけど健三どうした、何を考えてたんだ健三、な教えてくれないかお前お前この負けなければいけない勝負で勝ちに来てるのか。お前ここでしか、分かった健三、お前鈴木健三普通に僕と戦っても勝てないから、こういうわざと負ける戦いで最初の戦い勝ったから一戦余裕あるし、今のうちにライバルにボコボコにしとこうみたいな、お前そういう考えだろ。分かったぞ呪い知らんけどさ、まあ、これ呪いは別によって、
まあ、かかっててもかかってなくてもあんまり関係ないから、挑発、まあ、挑発を打って退場できるってことが一番でかいですね。ゲンガーの次の行動を封じれて、滅びがここでゼロになるので、一旦に処理されるエフェクトの数が多すぎるんだよな。毒滅び、あ、毒呪い、滅び、プリキュア死ぬで、これでポケモン数的には僕が1匹不利。ここは挑発も打ち込んでるんで、あのゲンガー何もできないんで、攻め出して一気に詰めていきましょう。相手に挑発を打たれる心配もないので、ここ腹太鼓打って、出すことできる技がない悪ガキ、はいはいはい。で、腹太鼓で一気に HP を削り取っていく。己の HP を削り取っていく。世界一の意味のない腹太鼓を今してるね。で、呪いで。まあ、多分これ、悪ガキで、ゲンガーが落ちるから、で鈴木健三をちゃんとゲンガーの HP 調整してるね。悪あがき4回で落ちるように、呪いプラス悪あがき2回か、で落ちるように調整してますね。呪いはやっぱり決まらない。ただメンタルハーブが残ってるから、次出てきたポケモンの前では絶対に呪いを決めることができるから、ポケモン数的には僕の方が1匹分絶対に不利になる。マジックコートに対して闇カラスで吹き飛ばし打ってきたターンがどう考えてもでかすぎる。ここは呪い打ちます。呪い、あ、てかなんだ、闇カラスの方が遅い。あれか、吹き飛ばしかなんか押してきたな、このターン。まあ、いたずら心は補助技を先制で出せる技なんですけど、吹き飛ばしは技の使用上優先度が低い技なので、いたずら心込みでも後手でしか打つことができないっていう。で、ラストこれで僕のポケモンが1匹だから、吹き飛ばしとかにも怯える必要がなく、ノーマル Z を持ってるので、相手の闇カラスの挑発も警戒することなく、滅びの歌を打つことができるから、これは絶対に勝った、きちんと詰めれて勝ったはず。終わりでよーっしゃー、滅びがここでゼロになりますね。やった、負けた。なんとか最終戦までもつれ込ませることができましたね。鈴木健三と梶哲さんがどっちが勝ったか分かんないけど、あ、僕梶哲さんに負けて、あ、負け、もうぐちゃぐちゃだよもう。とりあえず鈴木健三に負けないことにはこの大会最弱にはなれないので、ここは絶対に負けないといけないと。対戦ありがとうございました。